李舜杓は大韓民国の政治家、実業家、国民の力代表。2021年6月までに国政経験はない。メディアでは TVN のザ・ジーニアスに出演したことがある。学びを共有する人々創立者。1985年、ソウル特別市生まれ。2003年にソウル科学高等学校を卒業後、アメリカ合衆国に渡り2007年にハーバード大学の経済学、コンピュータサイエンスの学士を取得した。ベンチャー企業を経営していた2011年、26歳の時に、セヌリ党の非常対策委員長だった朴槿惠より委員に抜擢され、2014年には党改革のための革新委員長に就任。2016年12月に、朴槿惠は大統領を弾劾訴追され、その後は保守系政党の分裂と再編に伴って、正しい政党。正しい未来党、国民の力と渡り歩き、特に正しい未来党と未来統合党では最高委員を務めた。2021年5月に党代表選挙に出馬表明。その時点で国会議員選挙に3回出馬し当選経験はなかったが、SNS での発信力が高いほか、メディアでの歯切れの良さで知名度が高かったほか、政治に対する刷新を求める声も追い風とし、予想以上の支持を集めた。5月28日の予備選挙では、羅京燕、室吉英院内代表ら有力候補を抑え1位で、本選に進出し、党員らによる投票と世論調査の結果を合わせた結果、6月11日の党大会で国民の力代表に当選した。36歳での就任であり、韓国の主要政党では、憲政史上初の30代の代表となった。2022年3月9日に執行予定の第20代大統領選挙には36歳のため出馬できない。2021年7月8日、ソウル市内で相星光一、駐韓日本大使と面会した際、自身のトレードマークである90度の深いお辞儀をしなかった。これについて9日に出演したラジオ番組で、普段より、意識的に頭を下げなかったとし、私が90度のお辞儀をよくするので、党の役員から日本大使に会うときは少しだけにしてと言われていたと説明した。ありがとうございます。